ルちゃんもぜひぜひやってみてください。やってみたいです。ね、きな粉とかね、苦手でなければ。きな粉大好き。じゃあ食べなきゃダメだよ。じゃあちょっと話戻るけどさ、ミトラちゃんのヨーグルトの話もう少し広げようよ。女子力をね、女子力とヨーグルトを見せつけた。見せつけちゃってくださいよ。最近ハマってるそのドライフルーツの種類とか。最近ミトラが一番ヨーグルトの中で好きなのが朝食リンゴヨーグルトで、全然格好じゃん。やばい、笑っていいですか。リンゴが好きなので、最近はリンゴを入れるのと、あと乾燥いちごってドライいちごがあったので、ポンポンと入れて1日ぐらい置いたら、それこそしっとり、そんでもってなんかねっとりっていう形が、マジでうまいと思いながら、100グラムちょっと食べて。お腹大丈夫？